こんばんは。こんばんは。やっほー。ハラー。こんばんは。声聞こえてますか？声聞こえてるかな？私さ、今日さ、iPhone から配信してるんですけど、声聞こえてたらいいな。声聞こえてない時あるから。あ、聞こえたらよかった。ちょっと今から。ハロウィン。ギフト待ってます。カボチャ、オッケー。ハロウィンギフト待ってます。こんばんは。やっほー、ありがとう。こんばんは。ロコポコ、ハロウィンのタワーありがとう。嬉しい。ありがとうございます。嬉しい。こんばんは。ありがとう。ちょっと今日家にいないんですけど、ちょっとスクショしときたい。スクショ、これ誰かスクショしとこう。オッケー、ありがとうございます。嬉しい。ありがとう。ロコポコタワーありがとう。嬉しいです。じゃあ、今日はちょっと紙に書くものがないので、明日紙に、それかインスタのストーリーにあげますね。ありがとう、ありがとうございます。 Thank you。 明日ノートペン書き OK。 明日ネクストショールーム明日します。ありがとうね。嬉しい。ありがとう、ロコポコ。ありがとうございます。お礼はまた明日しますね。ありがとう、嬉しいです。こんばんは皆さん。ありがとう。こんばんは。聞いてください。もうね、実は明日の幕張メッセに向けて、もう今日はちょっと前泊してるんですよ。だから今ホテルナウなんですけど、今日は峰吉さんと同じホテルらしい。そう、前乗りしてるんだけど、今日は峰吉さんと同じホテルらしい。嬉しい。ちょっとゾンビのイベントのことについて少し話したいことがあるんですけど、でも私、私が後から部屋に入ってきて、なんか峰さんが先にチェックインしてるらしくて、でも峰さんと会ってないんですよ、一回も。峰さん多分出かけてるんだよね。でびっくりするかも、私と同じ部屋って聞いて。今ハロウィンのイベントに参加してて、ゆきりかとかおきさんとかさやかりんが頑張れって、もう今日めっちゃ応援してくれたから、よければ皆さんハロウィンのギフト待ってます。ちょっとこんなこと言うのはあれですけど、無料でもらえるギフトもあるので、無料のギフトでもいいので皆さんください。48グループの中で1位目指したいです。缶オケ欲しいから、めっちゃ嬉しい。こんばんは、ありがとうございます。こんばんは。あいちゃんと同じ部屋の自分も嬉しいざます。あんまに皆さん推しだもんね。私のことも推してよ。嬉しい。こんばんは。ちょっとギフト読んでいきます。めっちゃ嬉しい、本当にありがとうございます。そう、なんか無料でもらえるギフトとかもあるから、よければ待ってます。なんかハロウィンのギフトが対象なので、もう絶対1位取りたいので皆さんお願いします。この期間中はね、いっぱい配信しますよ、ちなみに。トクリン、お菓子ありがとう。ありがとう。ロコポコもありがとう、本当に。タワー、また明日お礼しますね。ありがとう、ありがとうございます。 Thank you。 コナン、コウモリ、ありがとうございます。嬉しい。コナンくん、絆さん、コウモリ、ありがとうございます。キマリちゃん、コウモリ、ありがとうございます。タケルくん、お菓子、ありがとう。うまい、ありがとうございます。ゆきまるちゃん、こもり、ありがとうございます。とくりもこもり、ありがとうございます。さえっちょさんもこもり、ありがとうございます。こんばんは皆さん。ゆるちゃんもこもり、ありがとうございます。よしさん、おばけ、ありがとうございます。やますけ、ありがとう。こもり、ありがとうございます。こんばんは。ABC 中さん、お菓子ありがとう。
ございます。美味しい。マルクもハートありがとうございます。エビちゃんもコモリありがとうございます。今ゲフト読んでます。ロコボコお菓子うまい、ありがとう。 Thank you。 ジャーキーお化けありがとうございます。こんばんは。ヨピタンコウモリありがとうございます。こんばんは皆さん、こんばんは。ちょっとギフト読んだらコメントも読みますね。ロコボコお菓子 Thank you。 リカちゃんもカオケじゃん、カオケありがとう。チーンありがとうございます。カオケ欲しかったのマジで。ジャーキーコウモリありがとうございます。ゆいちゃんお菓子ありがとうございます。皆さんこんばんは。あっちゃんお菓子ありがとうございます。広島レモンコムありがとうございます。こんばんは。たっくんお菓子ありがとう。まさぴょんもコムリありがとうございます。ゆいちゃんコムリありがとうございますありがとうございます。広島レモンもコムリありがとうございます。まるふくんお菓子ありがとうございます。ひなぴょんコモリありがとうございます。こんばんは。セブンさんもコモリありがとうございます。皆さんこんばんは、ありがとう。こんばんは皆さん。ちょっとコメント読もう。ちょっとえってか本当にあのちょっとミネさんとまだ会ってないから、ミネさん帰ってきた時びっくりするかも。なんかマネージャーさんにね、なんかミネさん、ミネさんって私と同じ部屋なの知ってますかみたいなこと聞いたの。そしたらもしかしたら知ってるかもしれないし、知らないかもしれない、知らなかったらごめんねって言われたから、あのもしミネさん帰ってきて知らなかったら本当にやばい。ちょっと挨拶しとかなきゃ、先輩だからね。こんばんは、こんばんは。今日は全泊、明日のリアルお話し会の全泊でもうホテルに泊まってるの。もうね東京にいるよ。リネタスは今 Now from Tokyo。 広島の女じゃないよ。こんばんは。今ねハロウィンのねイベント、なんかそのショールームのあのガチの戦う系でも戦う系か、でもあの分かるかな、雑誌とかのイベントではないんだけど、あの初代ハロウィン女王ゾンビもう大好きで、私ゾンビだからもう絶対にこれ私に向けてのイベントだと思って、勝手に指針だと思って絶対に1位になりたいので、ぜひ皆さんもしよければハロウィンのギフト待ってます。なんかね無料でねお菓子のギフトがもらえたりするから、そう誰で無料のやつもあるから、皆さん無料のギフトでもいいので投げてくださると嬉しいです。なんか48グループの中で1位を目指さなきゃいけなくて、でも私はねもうリコチが強いと思ってるからね、ちょっと頑張りたいです。まだ何も持ってないから、ちょっとねさすがにゾンビだけはね、あの内海里奈がもらわなきゃね、ちょっと悔しいです悔しいってか普通に欲しいんだよね、カモキがめっちゃ欲しいから。トマトジュースもねなんか1ヶ月分ぐらいもらえるらしくて、トマトジュース私家にねペットボトルのトマトジュースね8本ぐらいねストックしてあるの、毎日飲んでて、だからあの本当に私のためのイベントだと思うので、皆さんお願いします、協力するしてください。31日までイベントがあるんだけど、この期間はいっぱい配信するから、あの仲良くなりましょう今以上に。こんばんは。リコチ強すぎ問題、もうリコチねもう強いよね。えなんかね私今までそのイベント系、こういうイベント系は出てこなかったんだけど、なんか普通にハロウィンだし見てみようと思ったら、あの本当に、最強なんですよ初代女王はコウモリギフトのみが対象なんです。あそういうこと、私こういう系のイベント初めてだったか、えらしいです。皆さんコウモリのギフトお願いします。ごめんなさい皆さんコウモリのギフト、コウモリのギフトお待ちしております。コウモリのギフトが対象らしい、ちょっとコウモリギフトが対象らしいので、でもハロウィンのやつも待ってます。そうコウモリのギフトが対象らしいので
皆さんぜひお待ちしております。コウモリギフトありがとうございます。教えてくださってこんばんは。なんか明日のね、明日リアルお話し会があるんだけど、明日なんか当日券があるらしくて、なんか明日急遽空いてる暇だなっていう方とかもしいれば、明日りえちゃんとお話できたりツーショットが撮れたりするらしいので、ぜひ皆さん待ってます。でも当日券ってさ、普通になんか遠征するってなると結構大変だよね。ありがたい。でも当日券、当日に教えてくれるんだけど、前日に教えてくれるからありがたいね。カウンキもらえるのコウモリギフトだけだよ。マジ？え、じゃあコウモリギフト皆さんぜひお待ちしております。ありがとうございます。教えてくださって。ゾンビコス、え、なんかでもこの期間にコスプレ配信とかはしたいなと思ってます。なんかね、結構ね、その11月4日のグリーンアリーナのレッスンと丸かぶりで結構ずっと忙しいんですよ。でもちょっと配信をいっぱいして、カンオケをもらいたいし、初代ゾンビ女王を目指してるから、あとね、仮装の配信もしたいです。だから楽しみにしててください。こんばんは。タワーのお礼をと明日しますね。こんばんは、こんばんは。ちょっとコメント読もう。リコチ上位、あ、リコチすごいよね、本当にかっこいいよね。リコチ最強だから。こんばんは、ゾンビクイーン。あ、本当に東京の女に染まって、東京に染まってかな。いや、今日で限定だよ、東京に染まってるの今日限定ですよ。明日と今日だけ。東京じゃなくてね、黄色に染めてほしい。こんばんは。で、今日普通にさ、すっぴんだからさ、昨日と顔が全然違うんだよね。私昨日の自撮りの写真をも改めて見返したんだけど、昨日はなんか自分漏れてるかもと思ったの。でもやっぱ漏れてるんだけど、なんか濃すぎて、なんか 目がなんか眼球あってて、ちょっと気持ち悪かった。ちょっとアイメイク濃すぎ、あれは。だからちょっとでもチェキ用のメイクだからね、もうあんなに濃いのはね、もう次のチェキの時ぐらいな気がするけど。こんばんは、こんばんは。ちょっとギフト読もう。マザピョン、コウモリありがとうございます。嬉しい。ヨシヒロさんもハートありがとう。ありがとうございます。嬉しい、本当に皆さんありがとうございます。たくさん、こんばんは。ほずみさんも、ほずみさんもコウモリありがとうございます。嬉しい、こんばんは。あつしハートありがとう。ヨシヒロさんコウモリありがとうございます。ハハハハ言うとちょっと恥ずかしいね。ひなっぴー赤こもりありがとうございます。こんばんは。けんかんこもりありがとういや、ちょっと笑ってしまう。はとくん、はとさんこもりありがとう。さとくんも赤こもりありがとう。けんくんハートありがとうございます。ABC チューズさん、コウモリありがとうございます。でコウムさん、コウモリありがとう。嬉しいです。こんばんは。ゆいちもコウモリありがとうございます。 AK69 さん、好きなのかな。ありがとうございます。コウモリ嬉しい。2グループあるよね。リカちゃん、コウモリありがとうございます。こんばんは。いらっしゃいレモンさん、コウモリありがとう。ありがとうございます。皆様、クーガくんもコウモリありがとう。こんばんは。青給食さん、コウモリありがとうございます。ケンヤヘイニャーさん、 Thank you コウモリありがとうございます。こんばんは。ほずみ、お化け。ありがとうございます。皆さん、ありがとう。おじゃまるさん、コウモリ。ありがとうございます。
お菓子もありがとう、給食さん。うま。ありがとう、タッカもお菓子。うま。ありがとうございます。こんばんは。よし、コメント読もう。皆さんありがとう、タクさん。めっちゃ嬉しい、本当に。え、なんかね、あのね、ちょっと少しだけイベントの話になるんだけど、なんか私、今まで、その赤コーム、あ、違う、赤コームじゃない、なんかね、あのイベントタグみたいなのを使ったことがなかったんですよ。ハッシュタグハロウィンみたいな、ちょっと初めて使ってみました。なんか使えるものは使っていこうと思って、今までねやったことなかったんだけど、ちょっとねハッシュタグねハロウィンとかねハロウィンライバーとかつけました。かっこよくない？かっこよくないですか？レンちゃん前髪重いのガチかわいい。え、マジ嬉しい。今日私もほんとなんか三つ編みしてたんですよ。でもほどいてストレートアイロンにした、ストレートアイロンにしたとかストレートにしました。ほどいてねストレートにしました。で前髪はねノーセットです。これただストレートにしただけだから、いつも巻いてクリンって巻いてると思うんですけど、今日は下ろしてるだけ。え、マジかわいい、これ。え、嬉しい、コメントしてくれてありがとうございます。一生じゃあこの前髪にしようかな。一生この前髪にしようかな。じゃあ可愛いって言ってくれるんだったら嬉しいもんだって。こんばんは。すっぴんでもさ、こんなにさ可愛いって思えるんだったらさ、もうちょっと一生すっぴんでいいかな。ちょっと気が緩んでしまう。一生すっぴんでもいいかも。でも個人的にはこの今の前髪あんま好きじゃないんですよ。個人的にはあんま好きじゃなくて、でシナモンくんの櫛。お気に入りの櫛。ショールーム X で拡散するときは何かしらつけた方がよき。よき？うん、つけて。え、いいの？つけてくれるの？え、まず拡散してくれるの？嬉しい、ありがとう。わざわざ拡散してくれるの？助かる。え、嬉しい。なんかハロ、あの赤コウ今ハロウィンイベント頑張ってるから赤コウモにあげてって、赤コウモにあげてってあのコメント書いてくださると嬉しいです。あげてってちょっとあれだけど、そう、なんか今初代ゾンビ女王、ぐーゾンビ女王を目指してて、あの本当に棺桶が欲しいんですよ。だから皆さんぜひ待ってます。1位から8位 STU メンバーさん、マジ私今何位だろう。でもさっき配信始めたばっかりだからな、何位だろう。でもまだまだ1位じゃない気がするので、マジで1位目指して頑張りたいです。ちょっと STU48 にね、工藤理子っていう最強のボスがいるから、ちょっとはい最強だからね、ちょっと私も頑張りたい。ゾンビ女王目指しましょう。でも嬉しかったのが、なんかゆきりかがねコメントしてくれたの。なんかゆきりかがねツイッターのリプにね、なんかねゾンビ女王はあなたしかいないって、もうびっくりしたよ私。ゆきりかからさコメント来ると思わんやん。だからさめっちゃびっくりして、なんかちょっと突き上げました、どど突き上げました。でさ、なんかさ普通にさ、なんかその今日普通にあの集合場所に行って、でまあちょっと飲み物買って、奥さんがいたんですよ。だから奥さんにおはようございますとか挨拶したのね。そしたらうおーリネタンって言われて、なんでそんな驚くんですかみたいなことを言ったの。そしたらちょうど今リネタンの配信見てて、あ配信ないあのツイート X 見てて、リネタン顔音響おもろすぎるみたいな、リネタンのツイートおもろすぎるみたいなこと言ってくれたので、え、なんでですかって言ったら顔音響おもろすぎみたいな、え、めっちゃ応援してる、本当に頑張ってねゾンビって言ってくれたので、めっちゃ嬉しかった。でね、なんか新幹線でちょっと今日来たんだけど、あの新幹線乗るときにさやかりんと話してて、なんかリネちゃんゾンビのやつやるん、今日何時間するのみたいな言われて、でなんか私はあ今日の夜配信するよって言ったら、今日の夜からなのって言って、何さやかりんもゾンビ女王目指してるのって聞いたら、いやそっちのゾンビじゃなくてみたいな、
私はあのサイカリンにあの別のゾンビの話をしてたんですよ。だからサイカリンはショールームじゃなくて別のゾンビの話、話題についてやってたんだけど、それぐらい私はもうこの、あの初代あのゾンビ女王に取り憑かれてる取り憑かれてるから、ちょっと頑張りたいです。でもね、あの配信のゾンビめっちゃ応援してるよって言ってくれた。でサイカリンとね同じゾンビの話題だったんだけど、会話がね成り立ってなかったで、あの東京駅着いて、今日の夜配信頑張ってねって、配信頑張ってねって応援してくれた。またちょっと LINE しようって、ちょっとサイクリンとねずっと LINE してました。パセリともあの新幹線の中で LINE してた。こんばんは、マサピョン赤コウモリありがとうございます、嬉しい。そう、なんかハロウィンの、あ、赤コウモリの方がいいかな。赤コウモリ待ってますに変えよう、テロップ。ごめんね、ちょっとみんなのコメント読むね。ちょっと字語りばっかしちゃった赤コウモリ待ってるよ、ハート、オッケー。なんかピンクになった、ピンクになったけど、まあいいかこんばんはね、サイクリン、え、本当にみんな優しい、もう絶対1位になってって応援してくれたここまであの周りのメンバーさんとか、メンバーとかもう先輩とかがあの応援してくれると思わなくて嬉しかったです。お化け投げちゃった、えー、いいよ全然、ありがとう、わざわざめっちゃ嬉しいよ、ありがとうございます、大切、お化けも牛小田さん赤コウモリありがとうございます、ハイボールも赤コウモリありがとう、嬉しいです。こんばんは、ツーさんも赤コウモリありがとうございます。こんばんは、ミキちゃん赤コウモリありがとうございます。魚粉まみれさん赤コウモリありがとうございます。うれぴーよ、バケハーくん赤コウモリありがとう。私今日ね、あのバケハかぶってきたよバケハかぶってきたよ今日。恋してカープさん赤コウモリありがとう。マサピョン赤コウモリありがとうございます、嬉しい。私今日マサピョンたくさん赤コウモリありがとうございます。ロコポコも赤コウモリThank you、 嬉しい。サトくんも赤コウモリありがとう。英語でさ、コウモリってなんて言うんだろう、英語で赤コウモリってなんて言うの、ジリボーお化けガーありがとう、嬉しい。お化けも可愛いね、ハロウィンギフト全部可愛い。てかさ、ハロウィン自体が可愛いよな。スーさんハートありがとう。草刈り機さんハートありがとうございます。こんばんは、つねたるさんタコありがとうございます。皆さんありがとう。こんばんは、わらびもっちさんお菓子おいしい、ありがとう。え、かわいい、お菓子売ってきたこんばんは、初見さん赤コウモリありがとう。みーみーんさんありがとうございます。こんばんは、ラパンさん赤コウモリありがとうございます。うれぴー、オクトーさん赤コウモリありがとう、嬉しいです。コメント読もう。日本シリーズ私わかんないんですよね。でもなんか阪神の話になってるよね、なんかあの X にめっちゃ流れてくるよ、阪神なんとかみたいな。ゾンビリネタさん明日会いに行くよ、え、マジ嬉しい。え、じゃあ私はゾンビになりきったらいいってことゾンビめっちゃ嬉しい、会えるの、ドキドキが止まらんな明日当日券あるのでね、明日もし会えそうな、明日もう急遽暇になったとかっていう方はぜひ待ってます。明日当日券で遠征してくるよっていう方は気をつけてください。そしてありがとう、楽しみにしてますわよ皆様。こんばんは、
バットマンのバット、あ、悪コウモリ、バット、バットってバットっていうの、え、バットっていうの、コウモリってバットっていうの。あかりんにあげたチェキ最高だったね。え、ガチやばくない？え、見せてもらった。なんかさ、メールで送ったらしいの、あかりんさんが。なんかガチ、私の変顔を見てあかりんさん、あの、叫んでたから、ギャーって、イヤーって叫んで、え、どうしたんですかみたいなこと言ったら、待って、リネタンのやつだったみたいな。私取ったチェキね、裏返してあかりんさんのチェキの中に置いてたの。だからあかりんさんさ、あかりんさんチェキの枚数多いから先に書いてて、でこうやって普通に書いてたの、あかりんさんチェキのサインを、こうやってあかりんさんが、だからこれ取ってさ、取ってさ、じゃあ全部さ自分のやつだと思うが、あかりんさん、そしたら全然自分のやつじゃなくてさ、なんかあれだったモルモルモルさん、ピエロがありがとうございます。ビャ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 、ピエロピエロありがとう、かわいいな、ありがとうございます。こんばんは皆様。そう、サイクリングとずっと話してた。ちきゅうたんさん、ちゅうたんさん、待って、英語は読めないけど、ちゅうたんさん、クルータンさん、赤かもり Thank you、 嬉しい、こんばんは。サンフラワーさん、赤こもりありがとうございます。草刈り機さんも赤こもりありがとうございます。こんばんは、りえちゃん、こんばんは。今夜寒くなってる、え、確かに今ね、あの空気洗浄機を部屋の中でつけてんだけど、なんか結構寒いかも。でも私この今着てるやつがなんか裏起毛なんですよ、今着てる服が。だから裏起毛だからそんな寒くないんだけど、え、なんかリネちゃん推しさんがなんか関東は寒いから調節しやすい服で着てねって DM で送ってきてくれて、だからね、あったかい格好できました。だからそんな寒くないけど、でもやっぱ外いたら寒いかも。なんか着いて外いたら結構寒かったんですよ。みんなだから気をつけてね。ヤスさん、赤コウモリありがとう。あっちゃんも赤コウモリありがとうございます。こんばんは。佐藤くん、赤コウモリありがとうございます。ハロウィン、ハロウィンのさ、あの配信、ハロウィンの配信するならどういうコスプレがいいか考えときますね。使用中さん、赤こもりありがとうございます。愛のぶどう伝道師さん、赤こもりありがとうございます。こんばんは。明石の金じいさん、赤こもりありがとうございます。シーメンさん、赤こもりありがとうございます。まっちゃんさん、ハートありがとうございます。こんばんは。なんか頭皮かゆ、一瞬頭皮かゆかった、めっちゃ。もう収まったよ一瞬頭皮かゆかった。アンドーナツさん、赤こもりありがとう。あかりんさんにあげた、あね、やばかったよ。でも逆に私があかりんさんからいただいたチェキ、え、送ったよね、メールで。私もあかりんさんがメールで送ってきてくれたけん、私もメールで送ろうと思って、あかりんさんがからいただいたチェキをメールで送りましたメールで送ったんだ。でもメールだったらあかりんさん推しの方が見えないから、またインスタのストーリーかであげようかな。あかりんさんと一緒に撮ったツーショット一緒に載せるわ、また載せますわねかゆかった今、かゆくて目閉じちゃったけど、ウインクしたわけじゃないから。え、てか明日本当に楽しみだな。こんばんは。恐怖感ある。今日はね、すっぴんだから。でも今日実際オフ、移動
移動を含めたらお仕事だったけど、今日はオフだから明日に向けてちょっと肌の調子を整えようと思ってメイクしてないんですよ。だから前髪下ろしてるの、重めだからね、オフに感じるのかもしれない。良いですか？オフ好き？あんま好きじゃない？あんま好きじゃない？どう？こうやって好きじゃないってちょっと悲しいけど。こんばんは、オフのりえちゃん。あき本当に嬉しい。メガネ似合ってて可愛い。嬉しい。なんかこのメガネね、結構ねみんなにねどこで買ったのって聞かれるの。だからねこれはね ジーンズっていうねメガネ屋さんで買いました。これはガチメガネですよ。ガチメガネだよこれは。かきひこ赤氷ありがとう。うれぴーです。おじゃまるさんお菓子ありがとうございます。とくりんも赤こもりありがとうございます。さやみどりさん赤こもりありがとうございます。サンフラワーさん赤こもりありがとう、うれしいです。シーメンさん赤こもりありがとうございます。なんかアイコンめっちゃおいしそう。これ何、うどん、ラーメンか。めっちゃ美味しそう。いいな。ジーズさん、初見さん、赤コモリ、Thank you。バット？バット？わかんない。バット合ってる？え、コモリってバットなの？ハイボール赤コモリ。ありがとう。ウルピーです。インスタのハイライト見た。え、そうインスタのハイライトに私パンちゃん、あやパン、鈴木あやかちゃんとの思い出ストーリーを更新するのでぜひ見てください。インスタのハイライトっていうのは私のインスタグラム、うつめいって検索してもらったら、この感じで検索してもらったら、あのそこに鈴木あやかちゃんとの思い出のやつがまとめてあるので見てください、プロフィールに。なんえちょっと前髪がさ目にかかって超かゆいんだけど、書かないけどね、書かないけどね、前髪崩れるから。ぐんぐんぐんさん赤コウモリありがとう、ウレピー、こんばんは。おみ兄さん赤コウモリたくさんありがとう、こんばんは。やあやあ、ぐんぐんぐんさん赤コウモリたくさんありがとう。シーメンさんも赤コウモリたくさんありがとう。こんばんは、皆様こんばんは。コメント読んでるよ、ぜひいっぱいコメントしてね。ギフトも読んでるよ、コメントも読んでるよ。明日幕張メッセお話し会、今日マジ嬉しい、ちょっとめっちゃ楽しみ。いっぱい明日来てくれる、いっぱいっていうか明日来てくれる方コメントしてくださって嬉しい。明日ね、あの会えない方とかもいると思うんですけど、まだお話し会に行っていっぱいあるから会えるときに会いましょう。明日あの行く予定ないけど当日券出るの、出るかもしれないから行くよっていう方とかももしいたら、あの待ってます。ぜひ遠征してくださる方は気をつけて来てください。気をつけてね、気をつけてね。なんかね関東ね着いたけどね、私今裏着も着てるからそんな寒さ感じなかったんだけど、割と結構寒いと思いますので。めんちゃん今3位だった。えー、マジすごい、ありがとうございます。でも油断禁物だからめっちゃ嬉しい。でもあのみんなのおかげで3位めっちゃ嬉しい。でも1位を目指してるからぜひ待ってます。今日初日だけど31日までね、あのねこのね1位を目指したいので。でもねあのねこの期間でねみんなとね仲良くなりたい、もっと。最近結構配信してるから仲良くなれてる気がするんだけど、この期間はもっと距離が縮まるように、今月でいっぱい距離縮めちゃおう。缶オケは1位限定の、そうそうなんですよ、缶オケ1位限定でね、だから絶対1位になりたい。明日配信時間取れるの？明日でも帰ってくるのが結構遅くて、だからもしかしたら朝配信するかもしれないし、
合間の時間借りて配信するかもしれないし、どっちにしろ配信は絶対するので、この後日程見て朝配信できそうだったら朝配信しますね。で夜配信できそうだったら配信するし、どっちにしろ配信は絶対ちょっとの時間でもしようと思うので、ぜひ待ってます。だからね、配信できる時にしなきゃね、マジで1位取られたら嫌だから。まだ1位になってないけど1位になりたいからね。レカムさん、赤コウモリありがとうございます、こんばんは。なんかさ、空気洗浄機の音やばいんだけど、空気洗浄機の音がちょっとえぐすぎてごめんなさいね、うるさかったら。私普段さ扇風機、夏ってさ扇風機さかけてたやん、事件さ、なんか扇風機の音結構うるせえみたいなコメントが来て、ほんと大変申し訳ございません、1名だっていう感じなんですけど、扇風機ね、扇風機の音もうるさいって言わない、空気洗浄機の音なんかもっとうるさいやろ、こんな近いの、ごめんね、私の声量で、ね、ちょっとごまかすわ、私もバカデカボイスで。まなぴょん、赤香りありがとうございます、こんばんは。こんばんは、明日泊まりじゃん、うん、明日違う、こんばんは、奥藤さん、赤香りありがとう、嬉しい。明日パジャマ着ますよ、ちなみに明日のお話し会は。頑張ろうね、うん、頑張る、嬉しい、頑張ります、頑張ろう、嬉しい。なんかりえちゃん推しさんとか、もう今見てくださってる、もう今見てくださってる皆さん、ファンの方が頑張ろうねって言ってくれるのめっちゃ心強い、私もやる気満々だから嬉しいですよ。ひなっぴさん、赤コウモリありがとう、嬉しいです。ねんちゃん、こんばんは、こんばんは、ハロー。みんな今日何食べたの、ご飯、今日ご飯何食べましたか。3月を幕張でお話し会でメガネしてるりねちゃん、透明で見てなんか可愛かった、見てて可愛かった、え、マジでも明日はメガネじゃないんだよね、明日はちゃんとコンタクトだよ、え、マジで、あの時目が死んでて、だからメガネだったんだけど、でもね、わりかしね、メガネ好評だったんですよ好評だったんですよ。餃子、え、餃子美味しそう、中華食べたいんだよね、麻婆チャーハン、え、美味しそう、え、それってセブンのやつ、麻婆チャーハンって違う、まさぴょん、赤香りたくさんありがとう、嬉しい、ありがとうございます。今日のご飯クソでした、マジ、サラダとか雑草、もしかして雑草食べる、あ、もしかしてビーガン、あなたもしかしてビーガンの方ですかビーガンで死ぬもしかしてあなたもビーガンですか私ビーガンじゃなくて普通にお肉とか食べれる人間なんですけど、人種なんですけど。桜木さん、だるまありがとう、こんばんは、皆様こんばんは、気にならない、本当に明日りえちゃんに会いに行ってもいいですか、え、全然ウェルカムだよ、嬉しい、配信も来てくれてありがとう、じゃあ明日待っとくね、言ったよね、待っとくね、来なかったらちょっと寂しいよ寂しいよ、もう期待しちゃってるよ、私は明日来てくれるっていうのに、気をつけて来てください、こんばんは、こんばんは、かしこまり、ちょうど空気洗浄機の、ちょうど空気洗浄機の音が聞きたかったので嬉しいです、やばすぎ、おもろ、ちょうど空気洗浄機の音が聞きたかったからはやばい、おもろすぎるちょうど空気洗浄機の音が聞きたかったからおもろすぎるだろうじゃあいっぱい空気洗浄機の音を聞かせてあげようじゃないかやばいね、ちょうど空気やばい、じわじわ来てる、ちょっとほんとおもろいな、
空気清浄機の音聞きたいし、なんか初めて遭遇したけどな。私の周り、なんか私の周りって結構デンジャラスなことばっかなんですよ。なんかね、私の周りって結構デンジャラスなカップルとか遭遇するの。なんか電車の中でなんかめっちゃイチャコライチャコラしてるカップルとか結構遭遇するの。結構遭遇するんだけど、こんばんは。え、皆さん見えてる？見えてますか？見えてる。あ、見えてる、よかった。コメント来てるわ。私の周りって結構なんかデンジャラスな感じの人ばっかなんですよ。なんか電車の中でなんかチューみたいな、もうハグやばくないみたいな、もうやってんじゃないみたいな感じの人たち結構遭遇するんですよ。だからそれ以上超える人はいないと思ってたんだけど、空気洗浄機の音って可愛すぎてちょっと言ってほしい。私もじゃあ一緒に空気洗浄機の音聞こ。こんばんは。そうだよ、電車の中でチューしてる人たちいるんだよ普通に。でも普通は遭遇しないの。でも私が電車に乗った時だけ毎回そういう人と遭遇するの。でもまあ周りにもう自分たちだけの空間っていう感じでまあいいと思うんだけど、でもちょっと見たくないよなって話。電車の中でチューして、嫌だよ、見たくねえよ。レンタンと二人押してる。本当にめっちゃ嬉しい。でも私のことももっと大好きになってね。でも本当にどっちもね大切にしてくれて嬉しいよ。前はデンジャラっていうより変わり者ですがよろしく。え、大丈夫だよ、私も変わり者だから。私はね、あの頭だから、私も私は頭だから大丈夫だよ。宇宙人だから私、宇宙人だから大丈夫ですよ。公共の場やから巻きまえんとね。そう、公共の場やから、公共の場やからちょっと巻きまえてほしいです。おじさん同士でチューしてるの見たことないだろう。俺はあるぜ。マジ？その上を超えてきたな。私は結構カップルで、あの男の子と女の子のチューは結構見てきたんだけど、ちょっとメンズ同士のあのチューは見たことないかも。でもね、やっぱ普通に性別とか関係なくカップルはカップルだからあれですけど、まあでもチューはねちょっとね、あのはい、あのチューはね、はい、いい、やめてもらって、公共の場では。そうなんだよ、公共の場だから見せつけたいんだよ。あ、マジそういうこと？あ、そういうことか。そういう、あ、え、もしかして公共の場でチューしたことある人ですか？気持ちが分かるってことは。え、でもそうなのかな。でも逆にそうかもしれないね。確かにその人たちの恥ずかしくないのか。外国人の旅行者結構見てる。あ、確かに。でもなんか逆に日本ではそういう、日本ではっていうか、あの国とかで判断するのはあれだけど、確かに日本の方って結構そういうのわきまえてる方が多いからこそ見ないから。そうそう、でまああの2人だけの空間でやってくださいって思いますよ。釣り犬さん、コウモリありがとう、嬉しいです。まさぴょんもコウモリたくさんありがとう、嬉しいですよ。カレー南蛮さん、コウモリありがとうございます。ウルピーこんばんは。皆さんデンジャラ、デンジャー、デンジャー。そう、デンジャー、デンジャラスなことばっかりしてますよ。カオケ、カオケ可愛くない？めちゃくちゃ可愛い。え、嬉しい、優しい。今日はすっぴんなんですよ。もう前髪もさ、セットしてなくてさ、普通に下ろしてるだけなんですよね。よいしょ。明日楽しみだな。明日会えない方はまたお話し会の日程があるから会おうね。え、あの
スペック発表されたね。見ました？皆さん、あの君は何を後悔するのかの見ましたか？結構ツイートもしたと思うんですけど、あの頑張りますわ頑張りますね。姉ちゃんに覚えてもらいたいね。そろそろ会いに行きますね。じゃあ今以上にいっぱい思い出作ろう。もう今も覚えてるけど、一人部屋寂しくない？うん、寂しいかなっていうのは嘘で、あのミネさんが、ミネさんと同じ部屋らしいんですけど、私の方が後で新幹線で来たから、ミネさんが先にチェックインしてくださってて、ミネさんに挨拶しようと思ったらミネさんいなくて帰ってこないので、またミネさんが帰ってきたら挨拶しようと思います。だからミネさん私と同じ部屋のこと知ってんのかな。ミネさんが今何してるかもわかんない。先輩と同じ部屋っていうのがなかなかないからさ、珍しいかも。でも全然いい。路上で注意して、すっぴん可愛い、ありがとうございます。可愛くないよ可愛くないよ、すっぴん。路上で注意してるのおじさんが麻薬でガン見してる動画流れてきた。ねえ、ウケる。でも結構そういう、え、でもさ、 TwitterX ってさ、本当におもろいことばっかだよね。 X ランド、 Twitter ランドって面白いことばっか。膝大丈夫？え、膝ね、まだね、あのテープ貼ってる、テープじゃないわ、あのカットバン貼ってるんですよ、まだ膝に。メンターも将来そういう系じゃないですか。なんでやねん、私が路上でカップ、路上でチューするカップルなことをすると思わないでよ。嫌だよ、私そんなことしたくないよ嫌だよ、恥ずかしいよ。マサピョン、だるま、あ、だるまじゃない、赤コウモリありがとう、たくさん、めっちゃ嬉しい。今ね、あの今見てくださってる皆さん、こんばんは。 STU48 2期生のリネタンこと内海リネです。あの今、ハロウィンのイベントをやってまして、48グループの中で初代、ゾンビ女王っていうのがあって、それを1位に目指したいんですよ。だから初代ゾンビ女王に選ばれたら、缶オーケーがもらえたり、トマトジュース1ヶ月分がもらえたり、こういう初代ゾンビ女王ギャーっていう称号がもらえるんですよ。で、私トマトジュース毎日飲んでて、今家の中に、まあ、これ今家じゃないんですけど、家の中にあのトマトジュース、ペットボトルのトマトジュースが8本ぐらいストックしてあって、で私ちょうど缶オケが欲しいってあのツイートをしてたんですよ。でこのイベントで1位になったら缶オケがもらえるらしくて、缶オケが欲しいんです。でなんか1位しかもらえないらしくて、だからもう絶対缶オケ欲しいなと思って。しかも私特技に、私ゾンビのモノマネって書いてるんですよ。なんかね、このね、下のね、プロフィールにはね、プロフィールは去年とか、まだ更新されてないプロフィールなんだけど、今年のあの特技にはゾンビって書いてるんですよ。でマジでお、うまいの、私のゾンビのモノマネ。だからぜひ皆さん、ゾンビ、いやーゾンビ女王を目指してるので頑張ってますよ待ってますよ。こんばんは。カンオケって本物のやつですよね。ドラキュラ寝てるような、え、そうだよ、やばくない、えぐすぎ。薬局配信で使えるカンオケっておもろいね。え、そうなの、私そこで死にかけたの、おもろすぎて。配信で使えるカンオケってやべえじゃん。配信で使えるカンオケはえぐい。だから皆さん待ってます。なんかこれで1位を取るためには、なんか赤のコウモリ、こう今ギフトで投げてくださってる方がいるんですけど、この赤のコウモリが対象ギフトらしくて、だから皆さん赤のコウモリを投げてくださると嬉しいです。お願いします。31日までイベントがあるんだけど、この期間中はあの配信をいっぱいしようと思ってるので、仲良くなりましょう。レフさん、赤コウモリありがとうございます。ヤッピーも赤コウモリありがとう、嬉しいです。こんばんは。ひなっぴさんも赤コウモリありがとうございます。ウレピーマン、よもつくさん、お菓子
うまっ、ありがとうございます。つりけんさん、かこもり、ありがとう。南光さん、アイス、うまっ、ありがとうございます。今本当にアイス食べた気分になったかも。こんばんは。ひさまるさん、赤こぼり、ありがとうございます。嬉しい。こんばんは。最初間違えてお化け投げちゃった。え、全然いいですよ。もうありがとう、めっちゃ嬉しい。わざわざありがとう。大切にしますね、お化け。お化け、お化け大切にする。お化け大切にするわ、ウケる。ありがとう、めっちゃ嬉しい。私のテロップの書き方が悪かった。ありがとう、でもめっちゃ嬉しいです、協力してくれて。こんばんは。エグすぎ薬局は初耳。王様の耳や口ロバ、口ロバの耳。ウケる、どういうこと。エグすぎ薬局、エグすぎ薬局って言わない、ヤバすぎ薬局とかエグすぎ薬局とか私結構言ってる。今日もさやかにエグすぎ薬局って言った。季節のギフトの赤コウモリですね。そう、季節のギフト、季節のギフト4円。配信専用カンオケ、おもろいよね。配信専用のカンオケって、カンオケ入りたい。入れるのかな。え、カンオケ入りたいよね、カンオケ入りたいよねって言ったらヤバいやつって思われそう。ヤバいやつだけどさ、正直エグすぎ薬局好き。マジ？え、使っていっぱい。エグすぎ薬局っていうのはエグすぎるっていうのと、あの杉薬局っていう薬局があるじゃん、それをかけてエグすぎ薬局って言ってるの。エグすぎ薬局、杉薬局とエグすぎをかけて杉薬局って言ってるんですよ。だからエグすぎ薬局って言ってるんだ。やばい、りえちゃんも可愛い。え、急に？ありがとうございます。あ、やばすぎ薬局もう可愛い。やばい、りえちゃんも急に嬉しいな、褒めてもらって。ありがとうございます。今日マジですっぴんだから終わってると思ったんだけど、みんな褒めてくれる、優しい。みんなに1万円札配ろっかな、優しすぎて。ミッションで SG を集めて、チョルミギフトを集めて、右下を長押しするとコウモリが投げられる。おお、マジか。みんな有力な情報を、有力って合ってる、私もうマジで日本語わからんすぎて。実はさ、私あのロンドンとかに生まれてきてっていうのは嘘で、あの日本人なんだけど、ミッション、みんなミッションで SG を集めて右下を長押しするとコウモリが投げれるらしい。ぜひコウモリ投げてください。そしてコウモリに食べられる人生になろっかな。寄付金ください。いいよ、あげちゃう。え、ちょ、ごめん、私マジそんなお金ないわ。寄付金あげたいけどさ、ちょっとそんなお金ない、お金ないんだよな、正直。ちょ、だからあの寄付金逆にあのください。あ、ごめんなさい、こんなかったら叩かれるわ。うん、炎上するわ。嘘嘘、あげるわ。じゃあ私がいっぱいお金持ちになってみんなに給付金を配れるぐらい最強な人間になればいいってことだよ。宣言するね、約束します。じゃあ私があのあれ、石油王になるまで応援してください。そしたら私からも離れられないし、私のこともずっと見てくれるでしょ。石油王になるから、じゃあそれまで応援して。えぐすぎ、エグ松本清。え、ちょっと使おっかな、それ使うね。なんか結構エグマ、エグ、え、ちょっとそれは違うだろう。エグ松本清は結構あのくっつきすぎじゃない。エグすぎ薬局みたいにさ、もうちょっとさ、あのちょっといい感じのやつとか。でも考えてくれてありがとう、エグ松本清。え、でもありかもね、何でもかんでもくっつけてもう言葉にしちゃえって感じ。うん、使えない言葉なんかないから。ちょっとじゃあ新しい私の日本語ワードに入れとくわ。私はあのエグ松本清っていうワードを覚えました。うつむりね単語帳ね。さっきからさ、なんか長い毛がさ出てきてさ、ちょ、どこの毛みたいな、あなたどこ住みみたいな、あのちょっと、うん、あの本当にさ道案内してくださいみたいな毛がさなんか出てくるんだけど、ちょっと切りたい。
けどやめとこ、今配信してるから。ちょっとあの、え、あのちょっといい加減にしてもらっていいですか。なんなんですかこの長い毛どこ住むみたいな、あどこ中みたいな、どこ中みたいなよくね、なんかさ中学校の時とかにさ、え、なんかあ違う高校入ってさ、え、まるまるちゃんどこ中学校みたいな、あれかない、それの感覚に陥ってる。こんばんは、頑張れば石油醤油王になら結婚できそう。え、何醤油王って初めて聞いた。石油王じゃないの、醤油王って何、醤油王なんかあるの。ちょっと待って、今長生きが追ってさ、なんか長生きにちょっとコメント読んでますからね。あ、やばいやばい、私が眉毛がないことがバレちゃう。醤油王ってなんだ。え、でも存在しそうじゃない、言葉が出てくるってことは存在しそう。醤油王なんかあるの。こんばんは、頑張れよ醤油な。ジリモー、ジリモーさん赤子守りありがとうございます。ウルピー、あれあれですね、あれ聞かれるね、結構あるあるだよね。石油王と結婚するしか、石油王どこやねん、地球王ねえ、ウケる。もう TikTok、 え、そう私ね TikTok 上げてるんだけど、 STU48 のなんか私も滑舌が悪すぎてさ、なんか私結構早くちゃうんですよ。で滑舌が悪すぎて、あの石油王って言ったらなんか地球王って変換されてて、もうほんとやばい、ガチでえぐい、えぐすぎ薬局、えぐすぎ薬局ね、ほんとに。あ違う、えぐ松本清ね、ほんとにえぐ松本清。恋してカープさん、赤コウモリありがとうございます。ウレピンヨン、コウモリ食べちゃおうかな。岸田に言ってけ、岸田さんね岸田さんね、岸田に言ってくれって、あのそうやってコメント書いてるからさ、思わずさ、あの呼び捨てしちゃったけどさ、あの岸田さんに言ってくれ、あの岸田さん給付金くださいウケる、経験ください。こんばんは、つがさん赤コウモリありがとうございます。なあこうさん赤コウモリありがとう。ウルピーマン、いてまいさんお化け、あ、ありがとうございます。あ、こんな怖いお化けじゃないよ。こんばんは、こんばんは、エグリンド、エグリンド、キリンドみたいな、キリンドみたいな、トクリン、赤コウモリありがとう。キリンドっていうお酒あるよね。私今二十歳だからお酒の話しても別に炎上することはないんだけど、なんかでも私飲めないんですよお酒。でも飲んでみて、なんかあれめっちゃ美味しそうだよね見た目。でも私マジで体質に合わなくて、体に合わないから飲めないんですよ。飲んだらね、ちょっとね、ジンマシンができちゃうからね、飲めないんですよ。でも飲んでみたいな。中東サウジアラビア。おねむひろ、むねひろさん、おねむひろじゃない、むねひろさん、赤香り。ありがとう。マジエッグチーズバーガー。しない、マジエッグチーズバーガーはやばい。ちょっと使おう。やばい、それはちょっとにちゃにちゃたまらん。え、おもろい、それはマジエッグチーズバーガーやばい、天才かいな、天才かい、あんたほんま。キッコーマンの社長じゃない、あ、キッコーマンの社長さんがってこと。あ、醤油、え、すごいよねほんと、キッコーマン私もお世話になってるよ。私も今家に醤油あるけどキッコーマンだよ、絞りたて生醤油絞りたての醤油。ちょっとあのさ、右にさなんか長い毛が入ってさ、ちょっと痛いんだけど、痛治った使う、マジエッグチーズバーガー、マジそれはエッグチーズバーガーね。増税、え、増税ほんとやめれよ、増税やめれよほんま、やめてくれよ。エッグチーズバーガー、エッグチーズバーガーじゃない、もうちょっとエッグチーズバーガー
ーガーが頭から離れんけん、エッグチーズバーガーって言ってしまうた。ちょっとエッグチーズバーガーが頭から離れんけん、エッグチーズバーガーって言っちゃったよ。恥ずかしくない、別に下ネタとかがないからエッグチーズバーガーって言ってもいいけど。千葉県野田市でキッコーマンが作られてます。そうなの？え、詳しくない？もしかして博士社長キッコーマンの聞きたいの。うん、なんかその入ってくるんですよ、前髪が長いから。いつも巻いてるけど今日はノーセットだから普通に下ろしてるだけだからね。目が入ってきて痛いんですよ。ヒータンがコンボルお姉ちゃんに投げてくださいとお願いしてるよ。え、マジ優しい。え、どぞつき上げた。やばい、ちょっとワングリニュースかもしれない。え、映画すぎ薬局ありがとうございます。ヒーさんめっちゃ嬉しい。じゃあそんなヒーさんに私のチューでもあげてこうかな。絶対いらんと思うけど、ありがとうございます。嬉しい、めっちゃありがとう。合唱。ひなっぴさんコウモリありがとう。リピーマンだよ。まえちゃんもコウモリありがとうございます。こんばんは。キリンド、あ、レモンド、あ、レモンドか、キリ、あれキリンドって呼んどったんだけど、もうさ、わかんないよ、漢字むずいんだよね。でも私が漢字間違えても叩かれない。なぜかというと STU の中で一番バカっていうのが証明されてるから、イモンスルメの学力テストで。だからもし私が漢字間違えても笑ってくれるの。だからまだ平和。ありがとう。でもみんながさ、ちゃんと教えてくれるからね、私も賢くなっていくんだよね。ありがとうね。ありがとうすぎて、あの前歯むき出しになっちゃったこんばんは、こんばんは、こんばんは。キリン、あ、レモンド、レモンド美味しいですね。飲んだことない。美味しいんだ。でも名前が美味しいよね。うん、名前が美味しいよね飲んだことないけど、なんかレモンのジュースっていうだけで美味しそう。ポジティブ、え、そう、私マジでポジティブなんだよ。なんかさ、ネガティブなこと言われても全てポジティブに変換してしまう人間だから、だからなんかネガティブなこと言ってよ。あ、やだ、言わないで、このルームがネガティブになっちゃうから。ネガティブなことがあってもポジティブに変換してくれるんだよね、脳みそが。俺の脳みそがさ。こんばんは、タラーン、シンゴさん、赤コウモリありがとう、嬉しいです。特に赤コウモリありがとうございます。むねひろさん、お菓子おいしい、ありがとうございます。いけちゃんさん、ハートありがとう、嬉しいです。やすべえさん、赤コウモリありがとうございます。こんばんは。コメントも読んでますよ、皆さんの、皆様のコメント読んでますからね。ギフトも読んでるよ。こんばんは。で、こんなにさ見てもらえるの久々の配信、こんなに見てもらえるの久々だから、もっと可愛くしとけばよかったなもっと可愛くしとけばよかったな。でもね、これからね、あの配信いっぱいするからね、31日、イベント期間中もだけど、でも最近結構配信してたから、あの見てくださってる方もいる気がする。最近結構来てくださる方も、覚えてるよ、みんなコメントしてくれてる人はみんなのこと覚えてますよみんなのこと覚えてるよ、ちゃんとコメントただ読んでる風に済ませてるけど、名前も見てるからね、アイコンも見てるからね、コメントもアイコンも見てるかな。佐藤くん、赤コウモリありがとうございます。ウルピーマンありがとうございます。棺桶の鉄線状回収、何これ、これなんて読むの、棺桶の、待って、これなんて読むの、漢字読めん、ごめんなさい。鉄線状回収、見事
過ぎて見に来ました。えぐくない？マジえぐすぎやけく。え、なんかガチでドドつきあげましたよ私も。うん、本当にドドつき、もうトロつきねえぞって感じで、もう本当にびっくりした。なんかね、なんかああいうイベント、イベントとか発表されても私なかなか見なかったんですけど、なんかゾンビっていうワードを見てやばいって思ってポチッと押したの。そしたらなんと棺桶って書いてあって、はぁーみたいな、私のためのイベントやみたいな。私もうずっと棺桶欲しいって、棺桶に入りたい、棺桶欲しいってずっと言ってて、だからもうこの48、今48グループの中で1位を取ったら初代ゾンビ女王の称号がもらえるのと棺桶がもらえるんですよ。でトマトジュース1ヶ月分もらえるんです。私トマトジュース、あのペットボトルのトマトジュース毎日飲んでて、あの8本ぐらいストックしてあるんですよ今ここホテルだけど、お家に。だからもしよかったら皆さん1位にさせてください。私のことをお願いします。私も1位になれるように配信しますので協力してくださると嬉しいです。お願いします。 あとゾンビは、私マジゾンビのものめっちゃ上手くて、私マジで上手なのゾンビのモノマネ。今ここで私がゾンビのモノマネをしたらびっくりしちゃう方がいるかもしれないから、あんまできないんですけど。でもね、マネージャーさんに言われたの、なんか内海はゾンビのモノマネをするのはいいけど急にしたらみんなびっくりしちゃうから急にしない方がいいよって言われるの。だけど私は急にしちゃうの。何かゾンビのモノマネするんだったら、なんか何かしら今からゾンビのモノマネをしますみたいな、なんかそういうことをワンバウンド言った方がいいみたいなこと言われたんですけど、私は急にしちゃうんですよね急にしちゃうんですよね、ゾンビのモネモネを。ちょっと振りがないとびっくりしちゃうから、クラコンとかでね急にしちゃうんだよねてか唇に艶がなくなってきた。メンスレータムのリップを塗ってたんだけど荒れてるからこんばんは、ライデンタさん、赤コウモリありがとうございます。こんばんは、ひろっちさん、赤コウモリありがとうございます。嬉しいよ。特にも赤コウモリありがとうございます。イベント期間中ガチゾンビする、ガチゾンビする、え、なんか行かない、なんかハロウィンも近いしコスプレ配信をしようかなと思ってます。11月4日のね、あのレッスンとかそのコンサートのレッスンと丸かぶりで結構忙しいんですよ。もう毎日みたいな、毎日練習みたいな。でもあの配信しますよこの期間中は必ず。こんばんは、トクリン赤コウモリありがとうございます。オーシーさん赤コウモリありがとう。ヒロひろっちさん、赤コウモリありがとうございます頑張れ、頑張りますよ。棺桶で寝ると安らかに寝れるよ。それはそうだろう棺桶入りたい。こんばんは、ポンジュース赤コウモリありがとうございます。でも生きてるうちに棺桶に入ったら 長生きするらしくて、だからとてもプラスらしいよ。応援する、え、嬉しい、ありがとう。なおくん赤コウモリありがとう。わーちゃん赤コウモリありがとうございます。なおくんお化けありがとうございます。こんばんは、伏線回収、あ、伏線回収か、鉄線工場みたいなこと言ってたレンタンのゾンビ鉄線工場、鉄線工場で見事すぎて見に来ましたって言ってたけど、レンタンのあれ伏線回収って読むんだもう漢字難しいよ、難しいよやばい、漢字が難しすぎてあの赤ちゃんになりそうだった、ビビマラ赤ちゃんになりそうだった。うん、レンタン電気代払ってる、払ってますよ。え、私ね、で、え、私が電気止まったって話知ってる、もしかしてえ、でもね、あのね、私ね、あのあれなの、
払い忘れで電気が止まってるだけだから、あの決してあのお金が足りないとかではないんですよ。払い忘れで電気が止まってるの。でもね、ちゃんと今ついてるよじゃあこんなに今配信見てくださってる方がいるからさ、知らない人はさ電気が止まったってワード聞いてびっくりするかもしれないけど、あのちゃんと家電気ついてますから。私銀行引き落とし、じゃないかな、あのなんていうんだ、紙みたいなやつで払ってくださいみたいに来るんだけど、ポストなんかパンパンにしててポストなんか整理しなかったら普通に払うの忘れてたんだよね。だからね、ちゃんとねすぐ払いました。確かに棺桶入りたい気持ちはわかるな。本当に？じゃあ一緒に棺桶入ろう一緒に棺桶入ろうよ。じゃあ最近ゾンビネーションって曲にハマってる。え、マジ？どんな感じ？ゾンビネーション、ゾンビネーション、アップパイみたいな、アンドプロポーションみたいな、みたいな曲、ゾンビネーション。え、これ全然違ったら申し訳ないから、申し訳ないからね、あんまり歌えないけど、うん、棺桶オーダーメイド、え、あり。お菓子、ライデンタさん、お菓子ありがとうございます、嬉しい。こんばんは、こんばんは。ゾンビのものやって急に見たいからちょうどいいよね。え、優しい、優しすぎ心に言ってほしいな、優しすぎて。ゾンビがリネちゃんのモノモノしてるのか。え、その説あるかもね、確かにその説ありそうだな。ライデンヌさん、赤コウモリありがとう、嬉しいです。オクトーも赤コウモリありがとうございます。ひろっちさん、お菓子ありがとう。スリラーしか思いつかない。本当？マジですか？本当？なんか今プリついてる声になっちゃった。本当？とかって言って、ごめんね、プリついて、ごめんなさい。まあでもアイドルだからプリついてもいいのか。こんばんは。二人用の棺桶あるん？ありそうじゃない？だって令和じゃん、絶対あるよ絶対あるよ。赤コウモリ、赤コウモリじゃない、もうやばい、赤コウモリやばい、赤コウモリに取り憑かれすぎて赤コウモリって言っちゃった、ほんとごめんなさい。イグスギチーズバーガー、それやばエッグチーズバーガーと赤コウモリに取り憑かれすぎて赤コウモリって言っちゃった、ほんとに今の無意識やば、ごめんなさい別に失礼なこと言ってないから謝ることはなかったんだけどこんばんは。 STU ゾンビのモノにする人多くない？でも私とあともう一人誰かかな、でも私初代は私ですから、あの申し訳ございません、センチメンターなんだけど初代は私ですよ。私がゾンビのモノモノをできるって書いてからみんな書くようになりましたから、はい。でもね、ちょっと本当に申し訳ないんだけど、みんなとあのレベルが違うんですよ。レベルが違うんですよ。うつみれのゾンビや。もうハリウッドとかに出れるレベルの、あのエキストラ、後ろでエキストラできるレベルうまそうなの。ちょっと本当申し訳ないけど、そうなんですよ。だから、ゲーとかじゃないんだよ。もうガチなの。もう関節がないゾンビとかもできちゃうよ。陣中がかゆい。陣中がかゆい。陣中かゆすぎて。陣中かゆすぎてゾンビになりそうだった。危ない危ない。こんばんは。アニャッセヨ、カムサムニダ、コップンカ、サディカ、 Thank you。 骨をパキパキにすれば二人で棺桶に入れる。キャー、怖っ結構
顔グロい、グロいな。かわいい。上を来るよね、いつも。うん、佐藤くんはここもたくさんありがとう、嬉しいですよ、ありがとうございます。そろそろねむねむにゃんかあげる時間だよ。本当に？え、教えてくれてありがとう。でも私今日今ねスマホの方で配信してるからね。え、今何時なんだろう。ヤッピーさんお菓子ありがとう、嬉しいです。てか今何位なんだろう。私さっき3位だったんですよ。今自分が何位か分かんないの。かしこまりいたしました、ありがとう。シティラボの動画見てからリネちゃんゾンビずっと好き。え、マジ？帰ってきた、ミネさんが帰ってきました。ミネさんお疲れ様です。あのうち知ってましたか、私と同じ部屋って。あ、確かよかった、すいません、ちょっと今配信してて、すいません、ほんと静かにしてて、あのみんな配信するんで、すいません、あのいっぱい何でも言ってください。ガチャガチャーンってかベッドの上で飛び跳ねたりしても大丈夫ですから。はい、そう、嬉しい、帰ってきました、先輩が。だからちっちゃい声でさっきまでバカデカボイスだったけど、姉さんお帰りなさい。姉さん帰ってきました。そう、アリちゃんただいまですって言ってる。え、ひき肉ですみたいなテンションで、ただいまですって、ただいまですって。そう、姉さんですよ、あの伝説の。こんばんは、嬉しい、本当にみんな待って、でもみんなこの時間を待ってた、みんな帰ってくるの待ってたでしょ。姉さん帰ってきた瞬間に閲覧数が、あの増えたら分かりやすいかな。こんばんは、テンション高い。あ、本当に嬉しいよ、パリピ、本当に。こんばんは皆さん、こんばんは。今4位ですね。4位、ちょっと下がってる。最強。え、1位が何位なんだろう、そもそも今のゾンビ女王。でもちょっと本当にゾンビ1位目指したいから、皆さんぜひ待ってます、初代ゾンビ女王。シクシク、こんばんは、ありがとう。トクリン、赤コウモリ、ありがとうございます。フレピー、やばい、道のりは険しいですね。ジャッキーさん、赤コウモリありがとう、嬉しい。マサピョンも赤コウモリありがとうございます。かゆすぎてやばい、ここら辺がかゆすぎて、あのゾンビになりそう。ここら辺がかゆすぎてゾンビになりそう。こんばんは、まさぴょん、赤コウモリありがとうございます。ちょっと本当申し訳ない、ここばっか書いて、かゆい。アッキーさんは赤コウモリありがとう、嬉しい。え、なんかさ、でも私こんだけゾンビゾンビって言ってるんですけど、まだユニバのホラーナイトとか行ったことないんですよね。みんなある？ユニバのホラーナイト、私行ったことないんですよ。あるかな、ないんですよね。行ってみたいなと思うんですけど、なかなかユニバに行かなくて、行ってみたいんですよね、ホラーナイト。めっちゃ怖そうじゃない？でもね、ホラーナイトにね行った子供とかがね、なんか号泣してる動画とか流れてくるの。だからそれ見たらちょっと本当に怖すぎて、あ、ちょっと無理かもってなって。え、なんか小学校の時に渦巻映画村のお化け屋敷に入ったんですよ。
史上最強のお化け屋敷みたいな、世界一怖いみたいに言われてて、それがね、あの怖すぎて、あまりにももうお化け屋敷一生入らないって誓ったの、そこで。だからもう一生入りたくない、お化け屋敷とかは怖いですよ、頭いかれそう。こんばんは、ハロー、明日の話し会とツーショット参加します。嬉しい、とっても楽しみにしているわね。ツーショットどんなポーズしますか、ハートピース、どんなポーズする、ツーショット来てくれるの楽しみにしてます。気をつけて来てください。いいわ、行きたい、15年ぐらい行ってない、マジか。じゃあ私と一緒に行こうっていうの嘘、連れてってください、連れてって、逆に連れてってください。玉三郎さん、赤コーニーありがとう、嬉しい、しんしんしんくんハートありがとうございます。ウーピーこんばんは、こんばんは、ハロー、嬉しい。明日幕張メッセで私と一緒にお話しできる機会があるんですよ、ツーショットを撮ったりとか。それが明日当日券があるらしくて、なんと当日来られる、明日幕張メッセに宇都宮りねがいるので、もし嬉しければ皆さん待ってますよ、待ってますよ。明日はねパジャマを着ます、パジャマを着ますので、だからぜひ待ってますよ、パジャマ着るよ、ツーショットハート、わかりました、じゃあハート作りましょう。え、もうねブリッジしてって言ったらブリッジする、ツーショットでブリッジしてって言ったらブリッジとかもしちゃうよ。こんばんは、こんばんは、こんばんは、いいわ行きたい、山内さん、あきこもり、ありがとう、嬉しい、まさぴょんもあきこもり、ありがとうございます、嬉しい、あきさんもあきこもり、ありがとう。リコチが2倍以上ある、最強、やっぱボスだな、リコチは。 STU48 には工藤リコって最強のボスがいるから最強のボスがいるから、でも絶対カンオケ欲しいんだよ、私はカンオケに入りたいってずっと言ってたもんだから皆さん、お金は赤コウモに待ってます、こんばんは。パフィン、赤コウモリ、ありがとう。ありがとうございます。ハムルチャッシーさん、ハート。ありがとう。こんばんは。こんばんは。じゃあ娘にブリッジさせとく、え、いける、ブリッジしますよ、りんちゃんブリッジしてって言ったらブリッジしちゃうよ、行きたい、ぜひ待ってますわよ。もう証拠ありすぎやだけどいや本当にすごいよマジで、もうりこちゃんなんか 手にあふれんばかりの称号を持ってますからすごいよね、無敵じゃない、もうなんかなりたいって言わなくてもさ、もう手に入ってくるわけじゃないですか、リコちゃん最強だよ、もうね、もう全部リコちって感じ、本当にすごいよ、かっこいいよ。だからね私もね、一つはちょっとゾンビだけは譲りたくない、カオケに入りたいから
カオキに入りたいから、メイタンカオキに入れるしかねえな。え、もうカオキ入れて私のことでさ、カオキ入れてはやばいだろカオキ、いやもう入りたいよ。いや本当にカオキに入りたいずっと言ってるから。でもね、初めて見てくださってる方とかいたらね、私がカオキに入りたいなんか言ったらびっくりしちゃうから言わないでおくわ。嘘、カオケに入りたいですカオケに入れさせて。リコちゃんカオケに閉じ込んないでしょそれはちょっと意味合いが違ってくるなそれはちょっと意味合いが違ってくるわ。リコちゃんもうすぐ抜かれそう。マジ、リコちゃんが1位だったのに。マジ、今回ライバル多い。マジ、持ってるな私ライバルが多いって言われたらすごい持ってるなって思いますね。やだとかじゃなくて、すごい運強いかも。ライバル多いなんかやったら運が強いなって思っちゃいますよ自分のことこんばんは。棺桶に入りたいポストが流れてきた瞬間、えって感じだったびっくりしました。なんかね、あやぱんに棺桶に入りたい、ね、棺桶に入りたいみたいな、棺桶あの欲しいんだよねって、あやぱんが棺桶って爆笑するの本当におもろかった。あやぱんに言ったら棺桶って爆笑してたの。1回目は棺桶に入れた、そう1回はね、生きてるうちに。なんか死んだらさ、棺桶に入ってる感覚って味わえないじゃん。だからあの生きてる時に入りたいなって。もし私が棺桶に入ったら棺桶に入る配信をします。だから皆さん棺桶もらえるように1位にさせてください、私のことをこんばんは、こんばんは。リコは最強ショールーマーになってしもうた。そうだよ、もうリコちゃん最強だからでも私もこのゾンビ女王で最強 になるんだ。オキさんとキクリカとサイカリング応援してくれてるから1位になりたい応援してくれるから頑張れてる、みんなが応援してくれてるから。こんばんは、うんうん、今見てくださってる方こんにちは、こんばんは。 STU48 の2期生のリネタンことツルミです。今あの31日までハロウィンのイベントをして、なんか48グループの中で1位2位3位とかってあるんですけど、それの1位になったら棺桶がもらえるっていうイベントをやってて、私ちょうど棺桶が欲しいってツイートしてたの。だから棺桶に入りたいので、皆さんよければ棺桶に私が入れるように赤のコウモリを投げてくださると嬉しいです、お願いします。なんか3位とかもう棺桶がもらえるんだといいんですけど、1位しかもらえないらしくて、皆さんぜひ待ってます。なんかコウモリ1位2位があんまりそうない、あ、本当に？レンタンさんは離れての良い、マジ？え、じゃあ私がさ今離れてるからさあれだけどさ、 4位じゃないわ、4位からさ抜け出したらさ追いつくるってこと？え、ちょっと4位抜け出したいな4位抜け出したいんだけど。え、可能性ありありじゃん、ちょっと可能性ありありじゃね？え、ちょっと抜け出したいんですけど皆さんやっぱついてるな、運あるな。インターン棺桶に入れるまでラーメンと唐揚げ食べない、ちょっとそれは目の前にさラーメンと唐揚げが置いてあってさ、耐えられる人間なんかいるの？私だったら食べちゃう私ちょっと食べちゃう。でもそれぐらい一緒に頑張ってくれるっていうことでしょ。
優しい、撫でてあげる。でも麺伸びちゃうから食べてください。こんばんは、サンフラワーさん、コウモリ、ありがとうございます、嬉しい、小石カープ、マッコウモリ、ありがとう、ウレピーです、こんばんは、レカムさん、コウモリ、ありがとうございます、オイちゃん、アクコウモリ、ありがとう、嬉しい、ありがとうございます。唇乾燥する、レイちゃん、カモケ、レイちゃんにカモケ、レイちゃんにカモケ、え、カモケ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 、え、でも本当に、え、でもなんかゾンビがちょっと関わるから、ゾンビの話をすると、昨日か、昨日の配信よね、私さ、昨日の配信でさ、ゾンビの、ゾンビがもう2日間連続で夢に出てくるみたいなの話したじゃん。だからマジでタイムリーなの、フラグ回収してるんですよ。このことだったのかな、ゾンビが2日間ぐらいさ夢に出てきてみたいな、ここ最近もう怖いみたいなこと言ってたじゃん昨日で、今日のえゾンビみたいな、やばくない、もうほんと知らなくて、こっちでほんとにフラグ回収してたんだよ。今日のための、今日のために神様が、あのゾンビを見て慣れさせろってことなの、慣れさせろってことなの。まさぴょん、まさぴょん、赤かおり、ありがとうございます、嬉しい、本当に、こんばんは、リコチ寝てるだろ、え、リコチ寝てるの、寝ちゃったの、え、でも寝てて2位ってすごくない。え、寝てて2位はやばいだろ。ね、寝てて2位はやばいだろ、極上すぎるだろ、私はこんなにいっぱい起きて起きてるのに寝てて2位はでもすごいね。でもね、起きてる方がいいよ、だって楽しいもん、話しててもったいないよ、配信さあつけて寝てたら、せっかくこうやってファンの方と話せる、仲良くなれるタイムなのに、もったいないよ。こんばんは、リコチ2位におっちゃ、え、私のもう今日の目標は3位に入るっていうことなので、あの本当に今日3位になれるように皆さん応援してください、お願いします。なんか1位2位3位はあんまり差がないらしくて、今私が4位なんですけど、4位が離れてるらしいので、もしよろしければこの配信見てくださってる方がいれば、うつみりねに赤コウモリを投げてくださるとお願いします、嬉しいです。やばい、なんで私がこんなに笑ってるかというと、この2023年生きてきて、この赤コウモリっていうワードをこんなに連呼してるの初めてなんですよ。だからちょっとそれにツボっちゃった。なんか赤コウ、あの2023年っていうか、私今20歳なんですよ、20歳なんですけど、20年間生きてきて、あの赤コウモリっていうワードを人生で初めてこんなに言ってるからね。ゾンビ、ゾンビはもう結構お世話になってるから、あの言ってる かもしれないけど、赤コウリなんか言わないから。だからもうそれにちょっと、もうちょっと笑っちゃった、それになんか一人で笑っちゃってごめんなさい、一人で笑っちゃってごめんなさい。でもちゃんとコメントをね見てるよ、一人でケラケラあの小太り大爆笑ってガッ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 みたいな感じで笑ってるんだけど、ちょっと長生きが出てきた。なんかさ、定期的に長い毛あの出てくるのやめてもらえるかな。長い毛に一言物申すけど、こんばんは、ひろっちさん、赤コウモリ、ありがとう、嬉しい、サージカルさん、赤コウモリ、ありがとうございます、ニッピーさん、赤コウモリ、ありがとうございます、嬉しいです。
特になんかコウモリありがとうございます。どうしたり寝たそう、とっても魅力的だぞ。本当に、なんで私、え、もしかして赤コウモリに取り憑かれてきた取り憑かれてきたかな。青給食さん、コウモリありがとう、嬉しい。マサピョン、コウモリありがとうございます、嬉しい、本当にたくさんありがとう。ジャーキーもコウモリありがとうございます。ユイチもコウモリありがとうございます。こんばんは。カオケが似合うアイドルは嫌でしょ。カオケが似合うアイドルはいないでしょ。だからカオケが似合うアイドルになりたい。カオケが似合うアイドルになりたい。多分私がカオケの中に入ったら長生きするよ。高森さん、赤コウモリありがとうございます、嬉しい。リコチ不労所得やんけだって死にそう、おもろすぎん。不労所得はやばい。でも本当にうまいや本当すごいよガチで。でもさ、寝てても2位ってことは、でもそれのね、努力はあるわけやん。だからダメとは言わない、すごいなって思う、尊敬ですよそれは。うん、すごいよ本当、尊敬。私も寝てて私も寝てて、飛んでくるくらい頑張りますでも私がこうやって今寝たところで飛んでくることはないと思うのですごいよねマジで。そう、本当に最強、うん、領域展開最強だから最強だから領域展開、うん、最強だから僕最強だからえ、待って、私上手いんだよ領域展開、上手くないえ、分かるこれ領域展開、え、上手くない上手くないですか、私領域展開、領域展開上手くない、どうみんなの意見を聞かせてみんなの意見を聞かせてください。領域展開、これでうまいって言われたらモノマネ1個増えますよ。私モノマネ今20個できるんですよ、ちなみに20レパートリーあるんですよ、私モノマネ。だからさ、もしこれでうまいって言われたら21個になるわけで、私今20歳で11、今20歳なんだけど11月5日に21歳になるから、誕生日と同じ数のモノマネレパートリーになっちゃうの。もう最強の人間になっちゃう、これ以上今自分の顔見てたんですよ。なんか今さ、この顔さ、結構さ、なんか前世の顔みたいなんか前世の顔に見えた一瞬。うまい、マジ。え、でもコメントなんかうまいっていうコメントが1個しかないから、あんまり似てなかったのかもしれないあんまり似てなかったのかもしれない。ちょっとやめておきますねちょっとやめておきますね。そうだしさん、クコモリありがとう、嬉しい。何がどううまいのちょっと九州のコメントが来ましたね。確かにちょっとやめておきますね。うまいっていうコメントが1個しかなかったので。ごめん、元ネタを知らないの。あ、そういうことか、元ネタを知らんってこと。でも確かに結構難しいかもしれない。こんばんは。前世の顔とは、え、私前世ね、ガチで高いお金払って
あの本当に当たる占い師さんに私の前世を見てもらったんですよ。そしたら私の前世はヨーロッパのボンボン のお金持ちのお掃除屋さんみたいなお手伝いさんって言ってて、なんかそれに見えた。私はボンボンのお金持ちの家でヨーロッパの人でお手伝いをしてたらしい。でその前世前世が料理人、男の子で料理人だったらしくて、でその前前前世がヨーロッパの警察の中の一番上の指導する人だったらしい。すごい最強最強領域展開。え、ごめんなさい、何回もこんなこと言った領域展開ゾンビ女王。え、そうだよ、今ゾンビ女王を目指してるんです。今4位なんですけど、なんか 1,2,3 位はあんまり差がないらしくて、4位で内海里奈だけ今この配信だけ結構順位が離れてるらしいので、3位になれるようにまずはもう1位を目指してるんですよ。でも一旦3位に入れるように頑張りたいです。お願いします、お願いします。皆様かっこいい。え、本当にかっこいい、よかった、やってよかったな、やってよかったです。かっこいいってやったら、そう、お手伝いさんだったんですよ。だからね、え、とか言いながら私掃除全くできないんですよ、本当に。ゴミ屋敷で、ゴミ屋敷ではないけど、でもたまにゴミ屋敷になりかけみたいななる。カズポさん、コウモリ、あ、コウモリありがとう、めっちゃ嬉しい、ありがとうございます。と、なんか1位になるための対象ギフトがこの今投げてくださった赤のコウモリなので、もしお手元にあれば皆さん赤のコウモリ投げてくださると嬉しいです。お願いします。レパートリー何があるんですか。倖田來未さん、将棋の藤井聡太さん、ゾンビのモノマネ、クレヨンしんちゃんのモノマネ、あとは何だろうな、私一回マネージャーさんに全部一覧で送ったんですよ。アンパンマンのモノマネ、あとね、あ、卓球の球のの音のモノマネとかできるし、あとね、なん、あとなんか、いっぱいあるんだよ。でもいっぱいありすぎて忘れちゃったいっぱいありすぎて忘れちゃったよ。あ、あとカスタネットの音とか、カスタネットの音とかも鳴らせる何でもできるよ、領域展開最強だからちょっとこれやりすぎて殺されそう。あ、そう、赤ちゃん、まさぴょん、コウモリありがとう、嬉しいです。こんばんは、藤井聡太さんできますよ、やりましょうか。じゃあ藤井聡太さんのモノマネしますね藤井聡太さんね、やります。じゃあ藤井聡太さんのゲームがあるんですよ、将棋のゲームが。その将棋のゲームの一番最初のポチって、藤井聡太さんのその将棋のモノマネのポチって押した時に流れるイントロのモノマネをします。イントロのモノマネをします。いいですか。私さ、携帯の充電がさあと 20% しかないって通知が来たんだけど、私はその将棋のゲームをやってないんだけど、これも X で将棋のやつが流れてきて、その元ネタで聞いて、あ、真似できそうと思ってやりました。じゃあいきますよ、3、藤井聡太さんものもんで、3、2、1、キス、藤井聡太の将棋トレーニング、どうですか、どうどうですか。これは棋士藤井聡太の将棋トレーニングって言ってるんですけど、それを藤井聡太さんバージョンで言うと、クス、
藤井聡太の生姜トレーニング、どうですかね、似てますか。でもこれ本当に似てるって言われるの、元ネタを知ってる人からすると。だからもしよろしければ藤井聡太さんの将棋トレーニングっていうのをちょっと調べてみてください。元ネタを似てるって言われるので。調べてみてください。そっくりに違いない。本当ですか、本当ですか。え、嬉しい、似てる、よかった、調べてくれて、え、嬉しい、ありがとうございます。携帯があと20分しかないって通知が来ちゃった、さっき。私この配信 100% で 100% からやってる。え、今何時だろう、今 何時ですか、今何時、今何時かな。今何時かな。23時18分。え？え？マジ？え？早っ。え？23時。え？やば。え？え？そんなやってるの？この配信9時半ぐらいからやってますよね。すごっ。ちょっとびっくり。そんな配信してたの私。やばい、記憶にないよ。楽しすぎて。でも、あの1位になりたいので、今日は3位以内に入れるように。頑張りたいので、皆さんよしよければここを盛り投げてくださると嬉しいです。絶対に取らんと思って調べたらクソに取るやん。え、嬉しい、やっぱ似てるよね。私似てるって言われるんですよ、藤井聡太さんのモノマネめっちゃに。え、よかった、やってよかった、それならやってよかったです。え、嬉しい、やってよかった。ちょっと涙出そうだった。あの何だっけな、なんかさっきモノマネやったやつが、あ、そう、領域展開が似てないって言われたから、あんまり反応がなかったから、あの嬉しいです、似てるって言われて。聞いてきたらちょっと似てて笑った。確かに似てた。え、嬉しい、ありがとうございます。なんか私がさ、モノマネするやん、そしたらさ、あのちゃんと元ネタを調べてきてくださるのがありがたいよね。だって私が今元ネタの動画流してさ、やったらさ、みんながわかるはずなんだけどさ、みんな配信見ながらさ、元ネタをわざわざ調べてきてくださって本当にありがとう。優しい、みんな感謝。そんなみんなに1万円配りたいかも。嬉しすぎて歯茎から大量出血しそうになった。あぶねえ、歯肉炎になりそうだったぜ。見てきた、似てるわ。え、マジ、うれしすぎてなんか歯茎がまる、ま、なんか痒くなりそう。ナナうどんさん、ナナうどんしかさん、赤コウモリありがとう、嬉しいです。本当に似てた、イカチ嬉しい。ネギさん、あっこもりありがとうございます、嬉しい。似てる、こんばんは、こんばんは。今初代ゾンビっ子女王を1位目指してるので、棺桶に入りたいので、棺桶が欲しいので、もしよろしければ赤コウモリを投げてくださると嬉しいです。そのゾンビ女王48グループの中の1位を目指さなきゃいけないから、そうなるとすごく皆さんの協力が必要なので、もしよろしければ、私特技もゾンビのモノマネなんですけど、あの赤コウモリを投げてくださると嬉しいです。お願いします。3位は休止中のリコチ、ごめんな、いやリコチは最強だから。見てても飛んでくるから、リコチは。いやでもすごいよね、寝てて飛んでくる、極上すぎ。
みんなに玉投げてくれるの？え、みんなに1万円あげちゃおうかな。じゃあその代わり赤コンビニください。みんなに1万円あげるからって。こんばんは、ひろちさん、コンビニありがとう。こんばんは。歯が白くて綺麗。え、嬉しい、ありがとうございます。なんか歯白いってね、なんか言われるんだよ。ありがとう。こんばんは、ロコボコ赤コウモリ。Thank you、 ありがとうございます。トシさん、赤コウモリありがとう。トシくん、1万円高すぎるね。僕は7000円大丈夫ですよ。7000円もらえるんだったら残りの3000円あげるよ。3000円、残り3000円あげるよ。その1万円で将棋トレーニング買おう。将棋トレーニング、将棋好き。ちっちゃい頃将棋やってて、でもなんか将棋やってたら賢くなるって言うけど、一つも賢くなったことがない。なんならちょっと勉強ができない人間になりましたね。似てた。え、嬉しい、みんなに似てるって褒められて歯ぎしりが止まりません。嬉しくて嬉しくて歯ぎしりが止まらない。ちょっと今日私すっぴんで配信してて、でいつも前髪セットしてるんですけど、前髪ノーセットだからちょっと本気出してないのかもしれない。もうちょっと可愛くしとけばな。ネグちゃん、赤コウモリありがとう、嬉しい。もうちょっと、あの本気出せたよな。もうちょっとメイクして可愛くしたけど。こんばんは。将棋やったことあるけど苦手すぎる。え、将棋難しいよね。なんか私でも将棋って言ってもね、山崩しとかっていうね、あの本当誰でもできるやつ、音鳴ったら終了みたいな、あの本当に将棋みたいな、あの将棋とも将棋の遊びって言えるんかみたいなやつしかやったことないから。そうなの。でもそれが一番簡単ですよ。誰でもできる。赤ちゃんとかでもできる。でも赤ちゃんだったら思いっきり崩して、あの一瞬で終わりになっちゃうから。嬉しくて歯ぎしり止まらない。え、そう、嬉しくて歯ぎしりが止まらない。こんばんは、リネ、今起きた。え、おはよう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 ございます。でも地頭の良さそう。本当に挨拶とかちゃんとする。でも眼鏡かけたら賢く見えるって言われますよね。モルモルさん、赤コウモリありがとうございます。嬉しい。ガチさんも赤コウモリありがとうございます。キスイキスイ、藤井聡太のなんであれで OK 出たんだろうってなるよね。確かに確かに。え、でも藤井聡太さんってそういう感じじゃない？ちょっと なんて言うんだろう、キス藤井聡太の生姜トレーニングみたいな感じじゃない、元々の喋り方が。だから OK 出たのかもしれない。キス藤井聡太の生姜トレーニング、こんな感じじゃないですか、元々がね。記憶力もいい。え、それな、かしこまりいたしました。なんか私が見始めてから大体すっぴんな気がする。え、確かにそうかも。一回もメイクしてる姿を見せたことがない気がする。昨日バチバチメイクしてたの。昨日めっちゃ漏れてたよ私。ちなみになんでなんで昨日めっちゃ可愛かった。いや、昨日の配信来てくれたら、ちょっと漏れてるルネちゃんが見れてる。将棋は相手の腕を折ったら勝てるよ。え、ちょ
それはあの元のあれでしょ、元の理論的な、理論っていうか、そのでもそれはもう将棋するなって言ったのと一緒なんよでも足とかにできるから。そう、山崩し、山崩しって将棋じゃないんだ、やっぱり。そうなんだ、私あの山崩しあの将棋だと思ってましたよ。石木山さん、コウモリありがとう、嬉しい。将棋覚えたら脳の脳みそが脳の脳みそ泣いた、見てない、ほんますいません。え、全然いいよ、私がメイクすればいい話。明日あのお話し会、明日当日券でお話し会があるから、ちょっと今日は肌を休めようっていうことですっぴんで配信してるだけなんで。こんばんは、きよ兄さん、あ、ここおもりありがとうありがとうございます。唇皮、唇の皮なんかむけそう。メンタンのグッズ約23時59分まで、あ、そう、私今グッズの売ってて、それの受注受付が23時59分までなので、皆さんぜひ待ってます。これパーカーなんだよ、実はパーカーになってるの、パーカーだよ、赤ちゃんになれる。シーメンスさん、あくこもりありがとう。ちょっと重たこのパーカー、さ髪の毛の毛量多いからさ激重、激重になっちゃう。船尾さん、あくこもりありがとうございます。キスって言ってない？うん、キシって言ってるよ。でもこのモノマネはあのそれまで寄せてます。騎士、普通は騎士って言ってるので、藤井聡太さん自体も騎士って言ってるつもりなんだけど、騎士って言えてないからっていう部分を含めてモノマネしてます。騎士だから、あのそんな感じです。はいやばい、あと 10% しかない、携帯の充電が、携帯の充電が、この配信が 100% の状態で配信してて、21時半ぐらいに配信したんですけど、もうあと 10% しかない、携帯の充電が切れちゃう。今ちなみに私は今行員だと思うんですけど、何ポイントぐらい離れてるんですか？ね、何ポイントぐらい離れてるんですかね。気になる、教えてください、よければ。なんか1位2位3位はあんま離れてないらしくて、この4位と3位の間が離れてるって。私が今4位なんですけど、4万ポイント喉突き上げてる、4万ポイントちょっと4万ポイントはちょっとやばい、4万ポイントちょっとやばいかもしれない。もう24時間配信しなきゃ、もう4万ポイントやばいよ。31日までに1位になれるかなちょっと、あ、4万ポイントそう、無料のギフトもあるので、皆さん、有料ギフトじゃなくてミッションで無料の
そうゴールドがもらえるのでぜひよろしければあの無料のギフトでもねちょっとこの操作をしてお手数をおかけすると思うんですがよろしければあの絶対1位になりたいのでアコウモリを投げてくださると嬉しいです。もうごめんね何回もアコウモリばっかり言って本当に私も生まれて初めてこんなにアコウモリっていうワードを言ってる。でもあの諦めないですよ私は。大丈夫だよこの期間中にねいっぱい配信をしてねあのみんなと仲良くなるって決めてるから配信見てくれてありがとう。逆にペガちゃんココモリありがとう嬉しい。ヤンシゲヤキさんあココモリありがとうございます。こんばんは。なんかハロウィンこの48グループのやつはこの赤コウモリしか対象のギフトじゃないらしくてだからね赤コウモリになっちゃうんですけど赤コウモリそう無料でもらえるので赤コウモリぜひ待ってます。奥藤さん赤コウモリありがとうコウモリ投げましたありがとうございます。ペガちゃん赤コウモリありがとう。石木山先さんコウモリありがとうございます。こんばんは皆さんハローありがとうこんにちはこんばんは。サンフラワーさんコウモリありがとう。今何時か分かりますか。今何時か分かるかな。今何時の3期生の姫奈ちゃんにリネタンさんに投げてあげてと言われたように投げます。嬉しいありがとうありがとうございます。え超優しい涙嬉しすぎてお腹からナマズが出そう。ありがとうございます。優しい一生分の1万円をあげるね。今34分本当にちょっと携帯充電しようかな。今34分だったらもう終わりまで配信したいかも。え、みねさん終わりまで配信してもいいですか。え、ありがとうございます。すいません、あ、あります、充電器、すいません、ごめんなさい。配信ちょっと配信ボイスで落ち着かないと思うんですけど、すいません。日付変わるまで配信していいって言ってくれたから配信します。皆さんありがとう。それな皆さんありがとう。ん？させない。させないぞ。させないぞ。届かなくて。やばい、あの手が届かなくて、あのさせない。来た。よいしょ。よし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 。ちょっとちゃんと充電できてるか一瞬耳。OK。配信できてました。ちゃんと
よかったよかった。こんばんは。じゃあこの配信は日付超えるまでやるので、58分になったら教えてください。ガチャガチャそうそういうこと。そう、ミネさんいますよ。携帯触ってた。俺プマネスありがとう。こんばんは。キャベツの板尾さんハートありがとう。今ハロウィンのイベントをやってまして、あの48グループの中の1位を取ったら棺桶がもらえるっていうあれをやってまして、私はもうずっと棺桶が欲しい棺桶欲しいって言ってたのと、ゾンビの称号がもらえるので、もしよろしければ皆さん赤コウモリを投げてくださると嬉しいです。そう、赤コウモリ、赤コウモリちょっと潰っちゃった。投げてくださると嬉しいです。赤コウモリね、なんか今1位2位3位はあんまり差がないんだけど、あの今4位ね私で、3位と4位の差が大きいみたいな感じらしくて、ちょっともうでも本当にあの諦めませんので、よろしければ待ってます。なんか無料のギフトもあるので、ちょっとね無料のギフトでもね、ちょっとこう 手を操作しなきゃいけないんですけど、投げてくださると嬉しいです。アクコウモリの無料、イスケマシンさんコウモリありがとう。今はね明日のねあのリアルお話し会があるんですけど、幕張メッセでそれのあの前泊まりみたいな、全泊 なんて言うんだろう、一日早く泊まるので、今は東京のホテルにいます。東京のとあるホテルにいますこんばんは。そう、前乗り前乗り前乗りね前乗りね、そう前乗りね。こんばんは。ところで赤コウモリ読むときはなんで子犬系になるんですか。え、赤コウモリがで、これは赤コウモリを示してるんだよ。やっぱさ、私ハートとかあのギフトを投げてくださったら、そのギフトに応じて何かしらモノマネをしてるんですけど、赤コウモリは飛んでるってことで赤コウモリのモノマネをしてるの。イシケマシンさんコウモリありがとう。子犬犬これが。ゴンタさん、ゴンタ赤コウモリありがとうございます。嬉しい、ありがとう。トクリンも赤コウモリたくさんありがとうございます。チョコミントさん、コウモリありがとう。こんばんは。ちょっと前髪が、前髪がノーセットだからさ、湿気で、私の喋ってる湿気でやられそうになる私の喋ってる湿気でやられそうになっちゃう。恋抜け、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 恋抜け女子ではないかもしれない。番犬、番犬系かも番犬系かもしれない。なんか私なんかあの番犬、番犬系かもしれないですね。ちょっといや目にさ長い毛が入ってさ、痛くてさ片目つぶってウィンクみたいな感じになってる。これも、これも計算、これも計算かな。
これも計算なのかな、無意識的な。チャーハン定食さん、赤こんもり、ありがとう、ありがとうございます。コイステカープお菓子、ねんちゃんの領域展開が iPhone の脳バグったの。え、本当に初めて iPhone が熱すぎて警告が出て配信やめなさいっていう警告が出てびっくりした。あゆむあゆに D さん、赤こんもりありがとう、嬉しい、ありがとうございます。サンフラワーさん、コウモリたくさんありがとうございます。なんで冷蔵庫で冷やそうかと思ったもん軽音注意報が出て。いつも iPad から配信してるから、なんかさ iPad でそういうことはなくて、今日はね普通にこの携帯で配信してるので。シュージーさん、赤こんもりありがとう、マジでやばいよね。みえさんがコメントしてくれなかったら死んでたよ。感謝しかないそう、アリちゃんさんです。二宮アリサさんです。部屋が一緒なんですよ。冷えピタ冷えピタある？冷えピタね、家にあるよ。広島の家にあるよ。ジャーキー焼こもりありがとう、嬉しい、ありがとうございます。でもほんと心配だな、充電して熱くなって配信が切れるとか。ほんとに、でもね iPhone ね触ったのめっちゃ熱かった。もうほんとにカイロぐらい熱くてびっくりした。それ警告出ればと思って。うーん、私の推しはこの前保冷剤をつけながら配信やってました。え、でもやっぱそうなるか。私もちょっとこの期間中は冷えピタ張りながら配信しよっかな冷えピタ張りながら配信しよっかな。本当に暑すぎて警告が出るっていうのは本当やばいから。こんばんは。でもね、私ね、アップルウォッチの充電をしてたら、アップルウォッチの充電器がめちゃくちゃ熱くなってて、本当にやけどする、熱っと思って手離すぐらい熱くなってて、で見たらアップルウォッチの充電器が溶けてたの、熱にやられて。充電器のもうびっくりしました。アップルウォッチの熱にやられて、アップルウォッチの充電器が溶けてたんだよ。やばくない？そんなことある？いや本当にちょっとダメですね。私アップルウォッチの充電器2回ぐらいなくしてて、1回なくして2回目買うときにちょっと安めのやつを買ったんですよ。そしたら溶けましただから安物もダメだ安物の充電器はダメですね。安物の充電器は良くないよ。うん、でもこれ安物の充電器に対してクレームを入れてるわけじゃないけど、うん、だって買って3回ぐらい使って溶けたもん。だからダメダメです。今配信見てくださってる方、こんにちは、こんばんは。 STU48 2期生のリネタンことうつむりんです。今48グループのイベントで初代ゾンビッコ女王っていうのがあって、48グループの中で1、2、3位があるんですけど、それの1位になれたらゾンビの称号と、あと棺桶がもらえるってイベントやってて、私は棺桶に入りたいんです。どうしても棺桶が欲しいんです。
そしてゾンビのモノマネがエキストラができるために上手なんです。だから絶対このイベントで1位になりたいので、もしよろしければ赤コウモリを投げてくださると嬉しいです。赤コウモリはちょっとなんかこの対象ギフトが赤コウモリだけなので、いろいろハロウィンのギフトがあると思うんですけど、赤コウモリを投げてくださると嬉しいです。なんか今1、2、3位はそんな差がないらしいんだけど、あの4位と3位の差があって、私今4位なんですけど結構差があるらしいので、皆さんぜひ待ってます。いやー本当に結構ねダメですよ、やっぱ溶ける充電器はダメ溶ける充電器は買ってもダメですよ。それ厚すぎ薬局、厚すぎ薬局、確かに厚すぎ薬局かもしれない。でもそうやって使うよ、厚すぎ薬局とかすぎ丸々とか、いやそういう感じで使ってる。カズイさん、カズイさん、赤コウモリありがとう、こんばんは。赤コウモリ、え、もう今日一日で赤コウモリっていうワードをあの一生分ぐらい言いましたね。普通の人間は言わないレベルで言ってる赤コウモリっていうワード。シールは皮が、なんかわかるかな、口よりここなんかここだけなんか皮が口よりの口よりが、さっき私配信始まる前にメンソレータムのリップを塗ったの、結構保湿するタイプの、だからそれがもう喋っててパサパサになっちゃって取れちゃった。トレマクリネーズです、トレマクリネーズ。で今何ポイントぐらい差がついてるんだろう、なんかちょっと教えてもらっていいですか。今4位と3位何ポイントぐらい差がついて、さっき4万ポイントだったけど、4万ポイントって言われちゃったからな凛ちゃんが約7万ポイント、3位が10万ポイント、1位のエブリンが15万ポイント。え、まだ4万ポイント、7、3位まで3万ちょっと、え待って、でもみんなが協力してくれてるからさっきよりは縮まったってことだよね、少しは、さっきよりは縮まったってことよね。嬉しい、もう皆さんありがとう、嬉しい。ちょ、4万ポイントの差はさっきと変わらないけど、でもこれで離れてるわけじゃないから、離れてるわけじゃないじゃん、でもだからこれはみんながもうなんか協力してくれてるから離れずに済んだってことでしょ。ありがとう、優しい、もう今配信しありがとうって、あの息を吹きかけたけど、みんなの手元に息が配信画面から吹きかけてくるような感覚になっちゃった、ほんとごめん、え嬉しい、ありがとう、頑張る、絶対1位取るぞ、もう絶対に1位取るんだ。5位は 1.5 万ポイントなんだ。4、強、やばいよね。でも31日までいっぱい配信しようと思うんですけど、日付が明けば明くほどポイントの差があの遠ざかっていくので、縮められちゃいくので、1位になるためにはコツコツいっぱい配信するしかないので、あのこの期間中はぜひ私と仲良くなりましょう。でもね、今日は配信がね、あの終わるまでね、日付超えるまで
配信しようと思ってるので、皆さんよければ無料で赤コウモリもらえたりもするので、今見てくださってる方は投げてくださると嬉しいです。あ、今4位って書いてある、ここ。イエーイ、嬉しい。サンフラワーさん、赤コウモリありがとう。57分、オッケー、かしこまりいたした。そちらの件了解、かしこまりいたしました。じゃあ団長読もうかな。イスケマシンさん、こもりありがとう、嬉しいです。3位とは縮まってる。うん、でもね、3位以内に一旦入るっていうのが目標なので、あの距離は縮まっても1位とは離れてももう絶対上がれることを信じて頑張りたいので、あの本当にお願いします。じゃあ一旦じゃん団長読みます。じゃあ13位から。13位、奥藤さんありがとう。12位、ジャーキーさんありがとう。11位、牛オーダーさん、18さんありがとう。10位、ハイボールありがとう。9位、ひろっちさんありがとう。8位、めぐちゃんありがとう。7位、シーメンスさんありがとう。6位、サンフラワーさんありがとう。5位、イシケンマシンさんありがとう。4位、トクリンありがとう。3位、サトくんありがとう。2位、ロコポコ Thank you タワーもありがとう。明日家に帰って配信できそうだったらお礼します。家に帰ったタイミングでお礼かけますね、ありがとう。そして1位がドゥルルマサピョンです。ありがとうございました、ありがとう。皆さんたくさんの赤コウモリありがとうございました。そしてタワーもありがとう。他のその他のギフトもたくさん、コメントもたくさんしてくれてありがとうございました。楽しかったです。またあのこのイベント中は配信いっぱいしようと思うので、皆さんぜひ待ってます。この配信が終わったらちょっと予約入れますね、明日の。ありがとうございました。ではまた明日お会いしましょう。イベント頑張ろうね。絶対1位になってあの缶オケゲット しますのでお願いします。絶対缶オケゲットしたいので、ありがとう。明日幕張メッセよろしくお願いします。明日当日券あるので楽しみに待ってます。ありがとうございました。バイバーイ。みんなの赤コウモリたくさん食べよう今日。もしよかったらインスタグラムと X のフォローもお願いします。